皆さんこんにちは。リーダーズアンビションネクスト金曜配信のリーダーこそ神社へ行こう、最強の運を味方につけるをいつもご視聴いただきありがとうございます。グッドボタンやメッセージも大変励みになっております。チャンネル登録やコメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はあのリーダーを支えた神社シリーズの第3弾、3人目の偉大なリーダーは京セラ KDDI の創業者で、倒産した JAL を再建した立役者でもある稲森和夫氏の2回目の配信になります。前編では幼少期に授かった信仰の種とその後の挫折多き10代、そして就職先でのファインセラミックとの運命の出会いについてお話ししました。昭風工業に就職して3年8ヶ月後の昭和33年の暮れに、和夫は同志7名と共に会社を辞め、翌年の昭和34年4月に京セラの前身である京都セラミックを設立しました。京都セラミック設立にあたっては昭風工業を共に退職した同志であり、昭風時代和夫の上司であった青山が自分のつてを回り奔走してくれました。資本金300万円は青山がかき集めてくれたのですが、京都セラミックの初代社長になった宮城は役員に出資を募るとき、宮城電機の子会社にするわけではない、稲森という青年にかけるのだから無駄金になることもあると話したそうです。みなそれを承知して出資をしてくれたのです。また設備投資や材料の仕入れなどに必要な運転資金約1000万は銀行から借り入れたのですが、出資者の一人で宮城電機専務の西枝が自宅を抵当に入れ保証してくれたので借り入れることができました。その際西枝が自分の妻に、この家取られるかもしれんぞと言うと、妻は男が男に惚れたのだから私は構いませんよと笑っておられたそうです。気骨のある明治の男たちに惚れられ、私は自らの技術を世に問う場を与えていただいたと和夫は語っています。紆余曲折がありながらも1期目から黒字を計上し、受注も増えつつあった昭和36年、新入社員の数名が反乱を起こしました。残業が多すぎる、苦言叱責が非人間的すぎる、定期昇給の確約など、現在では当然のことですが、当時は会社の創業期に何を甘えたことを言ってるんだというところでしょうか。反乱は根気よい話し合いの末、なんとか事なきを得ますが、若い従業員とのやり取りは経営者としての考え方を根底から考え直すきっかけとなったのでした。そもそも創業の狙いは自身の技術を世に問うことであったはずなのにと反問する日々が数週間続きましたが、自身の技術を世に問うことは創業時のプロセスの一つに過ぎず、企業に集ってくれた人々の物心両面の幸福を追求することこそ経営の本道であると気づいたのです。そしてその考え方が集約されたものがリタの思想なのです。京都セラミックは和夫の理想実現を目指した会社から全従業員の幸福を目指す会社へと生まれ変わったのでした。1982年、昭和57年、国鉄専売公社とともに電電公社の分割民営化が答申され、通信業界に風穴を開ける100年に一度のチャンスがやってきました。和夫は国際的に見ても日本の通信量は非常に高いと感じており、通信自由化により大企業が連合体を作り立ち上がってもらうことを期待していたのですが、誰も手を挙げようとしません。いっそ自分が名乗りを上げようかとも思いましたが、今回はリスクが桁違いな上、和夫自身通信に関する知識がほとんどありません。そう思いながらも、
既存の大企業が電電公社に真っ向から挑み、通話料を安くしようとするだろうかという疑問もあり、むしろベンチャー出身の経営者が果敢なチャレンジ精神でこの新規事業に参入した方が良いのではないかとも考えていました。各界のリーダーに声をかけ、勉強会を開催し、通信事業への知識を深めていくうちにできるかもしれないと考えるようになりました。しかし大事業を始めるには仲間を奮い立たせるような高邁な志がなければなりません。和夫は自分の本心を確かめるため、6ヶ月間毎晩欠かさず寝る前に動機に指針はないか、国民の利益のためにという思いに一点の曇りもないかと自問自答を繰り返した結果、世のため人のために尽くしたいという純粋な志が微動だにしないことを確かめ、通信事業に乗り出す決意をしたのでした。そして京セラ創業後28年目の1984年昭和59年、52歳にして新たに第二電電株式会社を設立、9年目の平成5年9月には株式上場も果たしたのでした。ここで特筆すべきは、上場した際当時数百億円と言われた創業者利益を和夫は全て辞退し、一株も所有しなかったことです。これは動機に指針なしということの証のようなものであったのかもしれません。その代わり大株主の京セラには2000億円の含み益をもたらしました。その後3社が合併し、現在の KDDI になっています。2回目の今回は、和夫の独立と新たなチャレンジ、そしてその中で気づいた利他の心についてお話ししました。ところで、稲盛和夫は出家得道をしているということをご存知でしょうか。次回は JAL 再建までの道のりと、その出家のことについてお伝えしたいと思っています。では、あのリーダーを支えた神社、稲盛和夫、中編はこの辺で。稲盛和夫の出家に興味がある方は、チャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。来週もぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。